SV リーグの開幕戦ということになりました。今シーズン初勝利ともなりましたが、今のお気持ち、どんなお気持ちですか？そうですね、すごいタフな試合だったんですけど、後半から徐々に僕たちのパフォーマンス上がってきて、なんとか勝つことができてよかったです。そして開幕戦ということもありました。地元での開幕戦でしたが、会場の雰囲気はいかがでしたか？そうですね、 SV リーグ始まって、なかなか、入るときからすごい演出だなと思ってましたし、この演出の中でプレーできていることが嬉しかったです。今日はタフなゲームというお話もありましたが、2セット先取されて、その後第3セットを取って、白熱の第4セット、フルセットにもつれ込んでの逆転勝利となりました。今日の試合を振り返っていただけますか？そうですね、すごい疲れましたけど、まあ、とても嬉しいです。明日も試合あるので、またリカバリーして明日頑張りたいなと思います。また新井選手の持ち味であるアタック、そしてサーブも決まっていました。ご自身のプレー、どのように振り返りますか？まだまだ上げられると思うので、もっとパフォーマンス上げられるように頑張っていきたいなと思います。今日は3000人近いお客さんが見に来てくださっています。声援を送ってくれたファンの皆様へ、明日もここで試合がありますが、明日に向けて、そして今後に向けてメッセージ、意気込みをお願いします。今日は応援ありがとうございました。今日よりも明日もっといい試合をできるように僕たち頑張りますので、今後とも応援よろしくお願いします。明日も勝利に導く活躍期待しています。新井選手でした。ありがとうございました。続いては2番オレオル亀穂選手にお話を伺います。素晴らしいアタックでチームの勝利に貢献しました。おめでとうございます。今のお気持ちを教えてください。 Well, first of all, hello everyone. It was a really tough game, you know. But I want to say also first thank you for our team, you know, for the really good job. For sure, we play down like a weekend, you know, but we try to get better tomorrow. まずはファンの皆さんお越しいただいてありがとうございます。まあ、あとは本当に最後までみんなで頑張った本当にチームメイトも称えたいですし、まあ、2セット取られて難しい状況から巻き返せたことをすごく喜ばしく思います。さあ、今日は SV リーグ開幕戦、亀穂選手にとっては日本での初めての公式戦だったと思います。勝利となりましたが、どんなお気持ちですか？Hey, the feeling is really good, you know. It was always my dream to play in Japan, you know, the league with history in volleyball. So I was so excited, you know, to play this first match. And I want to say to the fan also, you know, to come to support us, you know, we will try to our best for the game.ずっと日本でプレーすることが夢でしたし、やはりこういう伝統のある国でプレーするということは自分の夢が叶うことをすごく嬉しく思いますし、あとは今日お越しいただいたファンの皆様にご声援いただいたことを本当に感謝いたします。今日は亀穂選手ご自身、アタックそしてブロックでもチームに貢献しました。ご自身のプレーはいかがでしたか？I think we can do better, you know. Our serve, you know, our block, he worked in the important moment, you know. So this was good, but for sure we are working to show more than like we showed today. So we continue to work to try to do our best always.ブロックだとか、まあ、そういったところは、まあ、大事なところでいいプレー出ましたけれども、まだまだ自分たちもっとできる力あると思いますし、これからもハードワークに取り組んでもっといいパフォーマンスが出せるようにチームで頑張っていきたいと思います。今年から新加入となりました。
サンダーズはカメホ選手にとってはどんなチームですか？For me, for my family, this club was amazing, you know. Also the guy, the player, the staff, you know, all the director of the club, they always support us, you know. They bring everything, you know, to try to do our best. So for sure, it was the pleasure, you know, to stay here in Hiroshima Thunder. So I will try to do all the, always to do my best.本当に素晴らしい環境で、まあ、選手だったりスタッフだったり、まあ、支えてくださる皆さん、本当に自分にとっても家族にとっても素晴らしい環境を与えられているので、まあ、そこはすごく満足していますし、あとは自分がいいプレーをしてチームに貢献できればと思っております。さあ、明日もここで東レアローズとの試合があります。明日に向けて、そして会場にいらっしゃるファンの皆さんへメッセージを最後にお願いします。I think we need to think now about our recovery, you know, to come tomorrow in the best condition like it's possible. And I want to say for the fans to come tomorrow, you know, to support us. So tomorrow we will give our best like we did today.まあ、まずはしっかりリカバリーして明日の試合に向けて備えることが大事だと思いますし、またファンの皆さんも明日もお待ちしておりますので、ご声援よろしくお願いいたします。明日も練習を期待しています。亀穂選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。